じゃ持つよ。え、重たいでしょ、持つよ。なぜだ、なぜ私が欲しくて私が買った私の荷物をケイト君が持ってくれる。なぜ、これどう考えても全部私の服なのに、ケイト君のもの何一つないのに。え、もしかしてケイト君は私の服全部着ようとしてる、仕事どういうこと。いいよいいよ、だってこれ私が買ったやつだもん。大丈夫だよ、持つよ。いや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 、おかしいおかしい、自分の荷物は自分で持つって習った、おじいちゃんに習った。大丈夫？全然大丈夫だよ、これほら全然重たくないし、もう取れるよ私。なんだなんだこの子、なんでそこまでして荷物持たせてくれないんだ。昔友達と話し合った結果、女の子の荷物持つのが正解ってことになったはずなのに、もしかして僕信用されてない？始末持たせるほど信用できないってこと？いや、ここは男らしく信用されるように頑張らなきゃ。いいのいいの、ほら貸して。なに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 、こいつなにこいつ、結構しつこいな。そんなに私が非力な女に見えるのか？そんな自分の荷物も持たないような男に頼る女だと思ったのか？なんかムカついてきたぞ。こっちは6年間女子校で生きてきたんだ。だから前半は引き抜いて担いでのぼりで使って女だけで最高の思い出作られてたんだぞ。なめんなこの野郎。いやいやいや大丈夫だよ。なんでそこまでして持ちたがるの？このままじゃ重たい荷物を女の子に持たせてるひどい男だって周りに思われちゃうじゃん。そんなに頼れないかな、僕ってそんなに頼れないかな。もしかしてこの荷物の中に何か重要なものが入ってるとか、通帳、現金、そんなのなおさら危ないから僕が持ってあげなきゃ。なんかフラフラとどっかに置いてきちゃいそうだもん。いやいいよ貸して。今後と規制していく上で荷物を持たないようにシステムな女だなんて思われたらたまたまじゃないわ。そんな男頼りの女だって思われながら生活していくなんてまたやめや。もしかしてこれは女は男に頼る女かどうかのテストだな。なるほど、小学校を経て数多くの女を目の当たりにしてきたこの男なら、男帰りの女にうんざりしていてもおかしくない。こうなったらどれだけ私が男に頼らずに生きていける女か証明してやる。絶対どうかくるぞ。いやー、ねえケイト君、おんぶしてあげようか。え、なんで？おんぶしてあげるよ、ほらおいで。いやいやいいよいいよ、なんで？疲れてるでしょ、絶対絶対疲れてるでしょ、だからおいでって。いやいいって、大丈夫だよ、なんで？ほら来いよ来いよ。行かないでしょ。ファミマプリント発売中、販売終了まであと3日。チャンネル登録して、お願い。